ローレンス・マイケル・ラリー・ホーストは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。出生地は、オハイオ州、ベーンズビル。出身大学は、ラサール大学。1950年代のアメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA で活躍した、高センターで、彼が在籍した、当時のフォート・ウェイン・ピストンズは NBA において、最初の黄金期を迎えた。ラリー・ホーストは、 高校はペンシルベニア州の南カトリック高校でプレーし、市大会決勝、同校の最大のライバル校であるサザン高校との対決では、チームを優勝に導く決勝シュートを決めて、一躍注目を集め、1940年代の南ペンシルベニア出身としては最高の選手の一人と評されるまでに至った。ラサール大学では二年目のシーズンには平均六点七得点を記録し、 チームの中心選手として活躍した。大学卒業後、1950年の NBA ドラフトでシカゴ・スタックズから一巡目5位指名を受けて NBA 入りを果たすも、スタックズは開幕前にして解散してしまったため、フォーストのプロキャリアはフォートウェイン・ピストンズで始まることになった。フォーストは1年目からゴール下のようとして活躍し、このシーズンには13.5得点10.0。 リバウンドを記録。このシーズンの11月22日に、ミネアポリス・レイカーズとの試合では、NBA 不滅の19から18という最低得点が記録されたが、この試合で最後のシュートを決め、ピストーンズに勝利をもたらしたのがフォーストだった。192年目の1951から52、シーズンには15.9得点13.3、リバウンドを記録して、 リバウンド王に輝き、オール NBA セカンドチームにも初選出された。以後、ホーストは、毎シーズンダブルダブルを重ねる、リーグ屈指のセンターに成長し、チームもホーストの活躍で、上昇気流に乗り始め、アンディ・フィリップ、ジョージ・ヤードリーラといった、高選手が、次々と加入し、1954から55、シーズンには43勝29敗の好成績を、記録。 ホースト個人も17.0得点10.0リバウンドフィールドゴール成功率48.7%の成績を残しオール NBA ファーストチームにも選出されたプレーオフではファイナルまで進出シラキュースナショナルズと対戦したが3勝4敗の末に惜しくも敗れた翌シーズンもピストンズはファイナルに進出するが今度はフィラデルフィア・ウォリアーズの前に敗れ 悲願の優勝は叶なわなかった。このファイナル進出を頂点に、ピストンズは追体期へ入り、ホーストは1957年に7シーズン過ごした、ピストンズからミネアポリス・レイカーズに移籍した。かつては3連覇を達成したレイカーズも、ジョージ・マイカン引退後は苦しいシーズンが続いており、ホーストにはマイカンの後釜としての役割が求められた。ホーストは、 個人としては16.8得点1 2にリバウンドの好成績を記録するもチームは19勝53敗と大きく負け越した。翌シーズンにはエルジンベーラーが加わりチーム成績が上向き始めると30歳を迎えたフォースとは若い選手のサポート役に回るようになり個人成績は後退し始めた。1959から60シーズン中には セントルイスホークスに移籍し、ここではクライド・ラブレットのサポート役としてプレーした。当時のホークスはリーグを代表する強豪であり、ホーストはここでも二度のファイナル進出を経験するが、リーグはすでにボストンセルティックスによる支配が始まっており、ホーストはついに優勝を経験しないまま、1962年に現役から引退した。 NBA12 シーズンの通算記録は817試合の出場で11,198得点8,041リバウンドだった。受賞歴 BASKETBALL-REFERENCE.com。ありがとうございます。